中央の東道部ワットプララームは、タイのアユタヤに位置するアユタヤ歴史公園にある、仏教寺院である。ワットプララームは、川に囲まれた旧都アユタヤの中心部にあり、ワットプラシーサンペットの東側、かつての王宮の南東に位置する。この複合寺院は、ラーメスワンにより創建され、その後、 オーロマトライローカナートによって1434年に再構築されたものと考えられる。また、アユタヤの王室の式によれば、1369年、ラーメスワンにより父ラーマーティボーディ一世の仮想の場に建立されたことが伺える。1650年に、オランダの美術家により描かれた首都アユタヤの遊載が、ユデア及びヨハネス・フィングボーオンスの地図には、 その場所に一基の塔道といくつかの仏塔及び一基の礼拝堂が認められる。1687年の不詳のフランス人に制作された地図はこの場所をグランデパゴージと記している。1685年のギータ・タシャールの詳細な報告によりオーナーライオー統治時代であった1665年から1685年のうちに寺院は大幅に拡張されたと考えられる。 この時代に中央の塔道には小型の塔道が4方向すべてに追加され、それにより十字型を構成するようになった。同時に中央基段を囲む回廊が構築された。1741年には王ボーロマ公との下でさらに大きな改修がなされた。プララームも等しく荒廃していたため王はそれを思いやり完全に再建ことを宣言した。 これは完成するまでに一年以上かかった。その後、王は三箇所の主要寺院すべてにおいて、落成の式典をそれぞれ開き、大勢の僧侶に十分な供物を捧げて、各寺院で三日間に及ぶ祝宴を催した。王ボーロ魔皇との拡張は、中央東堂の周りの第二期団、東西にある大礼拝堂、北側と南側の一連の仏塔であったと考えられる。寺院の前に、 ノーンソーンと呼ばれる池が、おそらく戸が創設される以前よりあった。王宮、ワット・マハーターと、ワット・ラーチャブ・ブユラナ、それにワット・プラ・ラームを構築するため、その地層の土により、地盤を整えた。その後、現在のハスの花の美しい池である、ブンプラ・ラームがここに配置された。ワット・プラ・ラームと、池・ワット・プラ・ラームは、アユタヤの主要な寺院と同じく東を向いている。 大きな塔道は正方形の基段に立つ。急な階段がその入り口に向かってあり、前行の約3分の1にまで達する。塔道の内陣への東側の戸口以外には三方向に義比がある。東側だけではなく西側にも方形の全面部があり、おそらく当初はそこに小型塔道を掲げていた。中央塔道はトウモロコシにも似た形をしており、いくつかの層は アンテフィクサやガルーダで装飾されている。中央木壇は南北に及んでおり、ここにはかつて2基の小さな塔道があったが、今日では木壇壁のみが残存する。中央木壇の四隅には4基の大きな仏塔があり、木壇の端には約40基の小さな仏塔の遺構が並ぶ。4基の角の仏塔には様々な姿の仏像で装飾されたレリーフが部分的に保存されている。 この複合建造物は小さな中庭と方形のうち回廊に囲まれるが、今日では基礎壁ばかりでなく、いくつかの仏像の断片が見られる。東西にある2基の礼拝堂の後壁はそれぞれ回廊と繋がる。また寺院の敷地内にはいくつかの小さな礼拝堂及び1基の小さな本堂、それに数多くの仏塔の遺構がある。寺院に囲む 池の周辺はプララーム公園となり小さな橋も設置されている。ありがとうございます。